過去に戻ってみたい。まあいいかな。未来に行ってみたい。いいかな。ドラえもんが欲しい。いいじゃんな。透明人間になってみたい。なりたくないな。占いを参考にすることがある。ないな。よく見る夢がある。あるな。宇宙人はいる。いるんじゃねえか。幽霊はいる。いるんじゃねえか。セブンオーダーの森田ビュートはかっこいい。知らねえもん。山田哲人はかっこいい。山田哲人ってヤクルトのか。あ、そうです、そうです。かっこよくねえよ。打つなよ。打つなよ。講談社を辞めて後悔したことがある。まあ、あるかもしれないな、うん。編集者として作りたい美術以外の本がある。うわ、あったよ、何もでもあったよ。本を書く仕事は楽しい。楽しくない。執筆は締め切りギリギリに始める。そうだね。1ヶ月の本代が20万円以上って本当？なることもあるね。毎月じゃないよ。評論家の仕事を辞めたいと思ったことがある。あるよ。もう仕事全体に辞めたいと思ったことがある。毎日で。自分が出演した番組は必ず見る。絶対見ないんだな俺。テレビの仕事で憧れの人に会えた。会えた会えた。そろそろ答えるのに疲れてきた、はい。老後のプランを考えている。考えてないね。よく見る夢っていうのは何ですか。よく見る夢あるよ。いくつもあるよ。繰り返し、うん、もう子供の頃からいくつかパターンがあるよ。なんかよくあれなのはさ、黒部がずっと続いてるさ、通りをこう通っていくとさ、ものすげえでっかい川に出て、向こう側に日が沈んでいくんだけどさ、もう真っ赤になってるんで、ものすごいでかい川なんだよそれ。対岸もほぼ霞んでるぐらいのでけえ川だなって。なんか空飛ぶ系もよく見るしさ、あと穴をさ潜っていくとさ、どっかに出るっていうパターンの。よく見るんだよ。いろんなバージョンがあってさ、うん、多いのはさ、うちの中にどっか穴があるんだよ。あれこんなところにこんな扉あったっけ的な、押し入れの中にドア板外れるじゃんみたいなところがあってさ、潜ってってみるとさ、え、こんなところに繋がってんだみたいなところに出るとか、その類。楽しそう。あれこんなところに出るんだなってパターンと、最初から知ってるパターンがあるんだよ。ここ行くとあそこに出るってすごい知ってるパターンがあって、でもそのあそこがどこだかさっぱり分かんないんだけど。これ視聴者さんでなんか夢占いできる方ちょっと教えてください。、まあ、多分似たような夢、あもう飛んでるのはよくあって、それでもう夢だって分かってんだよ。で飛び方も分かってんだよ。すごい。でどうすればあの上に行けるかとか、うん、下に行き方とか、分かるんですか。スピードのアップし方とかも分かってんだよ。なんか夢の中だとみんな走るのもなんか走れないし、うん、飛ぶのもなんかもがいちゃう人が多いって聞くんですけど、五郎さん自由自在。もう自由自在なんで、だから時々やばいと思う時があるんだよ。子供の頃からバカと誇りは高いとこが好きってよく言われててさ、高いとこ登るのが好きなんだけどさ、高いとこでこうやって見てる時にさ、飛べるアイキャンフライが出そうになる時があるんだよ。だんだんほらやっぱりボケてきて、夢と現実の区別つかなくなってるから、たまにそれ出てきちゃって、だからあんま行かない方がいいんじゃないかなと思ってんだよね。俺あのゲートブリッジってあるだろう、東京ゲートブリッジ、あの恐竜みたいにこうなってる、あれをさ作ってる時にさ、なんか番組で取材に行ったんだよ。真ん中を最後にはめるっていう、両側からこう来て、ちょうど真ん中がまだ空いてる時期で、で行ってなんかさ記念にさ、なんか俺、ね、ネームプレートあの下に埋めさせてもらったりしたんだけどさ、もうすっげえ高いんだよあそこ、行った時にアイキャンフライで出そうになっちゃって、もう本当に危なかったの。もう夢の中でよく見るあれにそっくりなんだよ。その時はもうスーってこう行くと飛べるんだよ。夢の中だと行かないでください。じゃあ番組が行かせるんだもん、そうやって。やめてください。ブラブラ美術館とかすぐ行かせる、すぐ階段とか登らすやん。階段はしょうがない。